秋を感じてたので、何度も遠慮したいという気持ちで、最近の結果になりました。なかなかだったね、入るかな、行こうかなと思ったんですけど、本当に、気持ちで届いてくれたと思います。あのホームランで2桁10本目に達しました。改めてですが、プロ初先発の梅津投手の投球、ショートからどのようにご覧になっていましたか？でもここは見たことなかったので、どういうピッチャーか分からなかったんですけど、すごいまっすぐが、力強くて、なんか普段とは違ってすごい気合入ってたので、守っててもリズムよく守れました。守備でも4回素晴らしいプレーがありましたね。普段もともと守備でミスするわけにはいかないので、なんとか助けられてよかったなと思います。それでは続いてプロ初先発、そしてプロ初勝利、梅津晃大投手です。お立ち上げのプロ初です。大歓声を受けてのこの景色、いかがですか？すごい温かいなと思います。今日は真っさらなナゴヤドームのマウンド、どのような気持ちで上がりましたか？すごい緊張してたんですけど、本当に守備の方に、先輩の方に助けられて、気持ちを乗せてもらって、精一杯投げようと思いました。初回はかなり緊張感ありましたか？はい、すごい緊張してました。でも2回以降は2塁を踏ませないナイスピッチングでした。どっちも振り返ってみて、球威、球速などはいかがでしたか？そうですね、本当にバッターに立ち向かっていく心っていうのを一番考えて投げたので、球速とかではなく、向かっていきたいと思います。ウィニングボールは確認しましたか？はい、岡田さんにいただきました。そのウィニングボール、今ございますか？こちらですね。このウィニングボール、どなたにどのような言葉で伝えたいですか、渡したいですか？自分で取ってきます。それでは最後にファンにメッセージをお願いします。まずは小野部選手から。今日もたくさんお客さん、来ていただき本当にありがとうございます。チャンスの時はピンチの時に、すごい、大きな歓声をいただいて、僕たちもすごい背中を押されて、これからも頑張るので、また応援よろしくお願いします。